気になるラノベが大量発売。はい、どうも、ゆきともです。今回の動画では、11月発売の注目ライトノベルを紹介していきます。今回はね、2ヶ月連続発売の6話か最終巻が発売となったり、アニメ化も決定している VTuber ラノベ、V デンなど、人気シリーズ目白押しとなっています。さらにね、尖りまくった新シリーズも大量ですので、いや、かなり面白いことになっています。まあ、今回はね、GA 文庫、ガガ文庫、ファンタジア文庫をメインに、がっつり注目ラノベ紹介していきますので、ぜひ購入の参考にしていってください。それではやっていきましょう。まずは11月14日発売の GA 文庫のシリーズ続刊タイトルから見ていきます。今回ピックアップするのはこちら。不死探偵霊道もみじ第2巻です。こちら早速内容を見ていきましょう。こちらのシリーズですが、GA 文庫大賞の銀賞を受賞して今年スタートしたシリーズです。探偵とタイトルに入っている通り、ミステリー要素のある学園青春ストーリーとなっています。ただ本作ね、結構変則的な学園ミステリーものでして、主人公とヒロインが異能力を使って事件を解決するんですね。まあ、タイトルに不死探偵と入っているように、ヒロインは死んでも復活する不死身の肉体を持っていますし、まあ、主人公もね、限定的なんですけど、タイムリープ能力なんかも持っていて、まあ、その2つを組み合わせながら事件の謎を追うという感じになっています。まあ、一巻ではね、いろいろな密室事件が起きるんですが、まあ、謎解きに関しては、割とね、斜め上な解決方法があったりと、まあ、ちょっとね、突っ込みどころはありましたかね。ただね、異能力設定も含めて、ライトミステリーとしてしっかり楽しめる作りになっていました。個人的にはね、かなり期待できる新シリーズだと思いますね。最新巻でも再び殺人事件が起きてしまい、まあ、その事件を追うストーリーとなるようです。今回も複数の事件が連続して起こるみたいで、まあ、同時刻に起きた連続殺人や密室、ダイイングメッセージ、さらには爆破事件まで発生したりと、ミステリー的な事件がモリモリな感となるようです。まあ、ド派手な事件をね、連鎖的に発生させるっていうのは、なかなかゴージャスな作りでいいですね。まあ、ミステリーラノベはね、ここ最近でもかなり増えてきまして、まあ、勢いもね、増してきているので、まあ、その中で本作がどう戦っていくのか、こちらね、気になる方はチェックしてみてください。続いては GA 文庫の新シリーズをピックアップします。有名 VTuber なんだけど、なぜか俺が有名になっていた第一巻、妹が配信を切り忘れた。こちらの一作品ですね。早速見ていきましょう。こちらタイトルからわかる通り、VTuber 系のラノベです。まあ、それにしてもね、VTuber ものって、配信を切り忘れたことを話のトリガーにする作品多すぎるので、いや、さすがにちょっとね、お腹いっぱいになってきた気もしますね。まあ、そんな本作ですが、ストーリーとしては、義理の兄弟が VTuber 活動をしていく兄弟ラブコメとなるようです。まあ、妹の方が登録者100万人突破の大人気 VTuber となっていまして、まあ、どうやらね、企業所属の VTuber のようですね。まあ、そんな妹が配信を切り忘れて、主人公に甘えまくっていたら、それが切り抜かれてしまってめちゃくちゃバズってしまうという流れとなるようです。まあ、そんな流れからなぜか主人公も VTuber としてデビューすることになり、兄弟2人で配信活動をしていくわけですね。まあ、気になるのはね、2人が義理の兄弟っていう設定ですので、いや、これ視聴者にバレたらね、ものすごい炎上しそうですけど、まあ、そこら辺大丈夫なんでしょうか。まあ、実の兄弟ならセーフそうですけど、義理の兄弟だとね、めちゃくちゃユニコーンが暴れそうですよね。まあね、ストーリーとしてはね、主人公がバズりまくっていって VTuber として成り上がっていくライトコメディって感じですので、まああまりね、炎上とか重たいストーリーにはならないでしょう。まあ、VTuber 配信ものはね、ここから激戦になると思いますので、まあその中でどういう風に特徴を出していくのか、本作も注目です。GA 文庫はその他にも、クラスのぼっちギャルをお持ち帰りして清楚系美人にしてやった話第6巻、ハズレ属性、音属性で追放されたけど、実は唯一無影響で発動できる最強魔法でした第2巻など、シリーズ続巻タイトルも発売となります。こちらシリーズファンは買い直さないように注意してください。以上、GA 文庫の注目タイトルを紹介しました。続いては11月17日発売のファンタジア文庫を見ていきましょう。シリーズ続巻タイトルからピックアップしていきます。実は妹でした第6巻。VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた第8巻。スパイ教室11巻。ログデナ島術講師とアカシックレコード24巻。こちらの4作品を紹介します。ファンタジア文庫の人気シリーズが揃ってますよね。まずはね、関数が少ない方から見ていきましょう。まずはこちら。実は妹でした第6巻ですね。こちらは義理の妹ができて始まる家庭内ラブコメシリーズです。シリーズ累計20万部突破しているっていうことで、かなり順調に成長していますね。両親の再婚で弟ができたと思い込んでいたら、実はボーイッシュな女の子だったという始まりの本作。距離感近めで意気投合してしまった2人が、徐々に恋心を育んでいく、じれったいニヤニヤラブコメが楽しめます。
ただ本作ね、1対1系の家庭内ラブコメだけではなくて、関数が進むと他のヒロインも登場しますので、まあ、ドタバタラブコメが楽しめるって感じです。まあ、グラビアアイドルとして活躍している美人系ヒロインも参戦してきて、最新刊でもね、場をかき乱していくみたいですね。まあ、それにしてもね、ちぐさみのり先生のイラストがなかなかド迫力な感じになっていますね。まあ、何がとは言いませんけど。といってもね、基本的には妹ヒロインからのアプローチでドギマギしちゃう展開がメインですので、まあそういったジャンルが好きな人はね、安心して楽しめる作品でしょう。まあ義理の妹との家庭内ラブコメが楽しみたい方は、本シリーズチェックしてみてください。続いてはこちら。VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた第8巻。VTuber エンタメもののトップランナーが来ましたね。元祖配信切り忘れらのべって感じです。観光ペースが安定しているので、気づけばもう2桁関数が見えてきました。中堅 VTuber の主人公が、配信を切り忘れたことをきっかけに、がっつりバズって成り上がる本作。可愛い VTuber と絡んでいくライトなユリ展開もありますので、まあ、サクッと楽しめる VTuber エンタメに仕上がっていますね。関数が進むごとに、新しい VTuber たちがデビューして、賑やかさを増していく本作。最新刊ではね、アル中気味な主人公が、配信活動に悩んでいる同僚に、ストロングゼロを渡したことから、まあ、その VTuber がいろいろとおかしくなっていくということで、新しいね、アル中 VTuber が生まれそうな雰囲気です。これはかなりね、ドタバタコメディになりそうですね。まあ、ストロングゼロがね、ちょっと便利アイテムになっていて、なんか笑っちゃいますね。まあ、そんな本作ですが、テレビアニメ化もすでに決定しています。まだね、放送時期は発表されていませんが、まあ、おそらくはね、2024年内放送だと思いますので、まあ、VTuber ラノベ初のアニメ化がどうなるのか気になります。まあ、正直ね、結構アニメ化難しいタイプの作品だと思うので、まあ、監督の手腕が問われる原作だと思います。こちらもね、どうなるのか、今後の新情報を楽しみに待ちましょう。続いてはこちら、スパイ教室11巻です。ファンタジア文庫を代表するスパイアクションシリーズ最新巻。1ヶ月発売が延期になっていたんですが、無事に新刊発売となります。といってもね、スパイ教室、刊行ペースかなり早いんですけどね。最強のスパイである主人公クラウスの教え子となったスパイの少女たちが不可能任務に挑んでいく本作。現在はね、サードシーズンに突入していまして、より高難易度なミッションに挑みつつ、ヒロインそれぞれの深掘りをしています。スパイ教室はね、副題に毎回ヒロインたちの名前が入っているんですが、今回の副題は、スケアキバのモニカということで、最新刊はね、ヒロインたちの中でも最強ポジションにいるモニカがメインの回となるようです。なんかイラストがね、めっちゃ表情優しくなっていて、物語初期と比較するとかなり変わりましたよね。まあ、サードシーズンに入って、いろいろなキャラクターの変化が描かれてきますので、まあ、その中でね、モニカがどういう風に成長しているのか、まあ、ヒロインたちの中でもね、トップクラスにいろいろと抱えているキャラですので、まあ、どうなっていくのか気になりますね。ただ間違いなく、モニカの魅力を深掘りする巻となりますので、モニカファンは必見です。前巻からね、本格的に新章が始まって、まあ、ストーリー的にも伏線を張っている最中ですので、まあ、それをね、どういう風に回収していくのかも注目です。こちらね、スパイ教室ファンは最新刊も楽しんでいきましょう。続いてはこちら、ロクネナ島術講師とアカシックレコード24巻です。ファンタジア文庫を代表する共感系ファンタジーの最新刊、2ヶ月連続刊行で、今回ついに最終巻となります。刊行開始から足掛け9年かけた物語がついにクライマックスを迎えるんですね。いやー、これはね、感慨深いですね。魔術講師の主人公グレンが生徒たちと共に世界の存亡をかけた戦いに挑んでいく本作。教師と生徒の王道ファンタジーとして、もうドストレートな面白さが光るシリーズです。生徒たちの成長はもちろん、主人公が過去から続く因縁に立ち向かっていって、それを乗り越えていく展開もかなり熱いんですよね。因縁のライバルとの信念をかけた戦いや、アカシックレコードをめぐる世界の真実など、壮大な物語が楽しめます。さすがね、9年続いたシリーズなだけはありますよね。まあ、前巻でね、最終決戦は終結に向かったんですが、主人公グレンを救うために生徒たちが立ち上がる展開となるようで、最終巻はね、共感ものの王道展開で締めてくるようです。まあ、多くを救った教師の主人公が、最後の最後で生徒たちに助けられるっていうのは、最高に王道ですよね。まあ、最終巻の口イラストにはね、結構意味深なものもありますので、果たして物語がどういう風に決着を迎えるんでしょうか。まあ、相当熱い展開で締めてくれると思いますので、総決算となる最終巻がどうなるのか、シリーズファンは期待して待ちましょう。続いてはファンタジア文庫の新シリーズを紹介します。これが魔法使いの切り札。
双子をまとめて彼女にしない？彼女でもない女の子が深夜2時にチャーハンを作りに来る話。今月はね、こちらの3作品が発売します。今回はね、全作品チェックしちゃいましょう。まずはこちら。これが魔法使いの切り札第1巻、黎明の剣士。こちらは先ほど紹介した六根梨魔術講師とアカシックレコードの羊太郎先生の新作です。イラストも引き続き三島黒根先生が担当ですので、まあ録画が最終巻とバトンタッチする形で新シリーズが開幕となります。今回も例に漏れず学園魔法ファンタジーということで、これまた王道を行く感じですね。ただ今回は教師が主人公ではなく、完全に学生メインのストーリーとなるようで、より学園ファンタジー感が強くなりそうですね。ストーリーとしては、元凄腕の傭兵剣士だった主人公が、戦場に嫌気がさし、戦死を装い引退。その後人生を変えるために魔法学院に入学したところ、魔術適性ゼロと診断されてしまうという始まりとなるようです。平穏な生活を望む主人公ですが、剣士としての実力で学院の常識を打ち破ってしまい、結局その戦闘能力に目をつけられてしまうという展開となるようですね。まあ、試し読みを読んだ感じ、主人公は結構陽気な性格をしていて、雰囲気はね、まあまあコミカルな感じでした。まあ、常識外れな主人公が活躍する王道学園ファンタジーとなりそうですが、まあ、おそらくね、徐々にスケール感が増していくんでしょう。まあ、一巻の後半でね、宵闇の魔王という章があったので、まあ、そこら辺で物語の大きな枠組みなんかが見れるんじゃないかなと予想しています。まあ、徐々にアクセルがかかっていくのは、羊太郎先生の作品にありがちですので、まあ、そこら辺に期待ですね。まあ、録画家ファンはね、最終巻ロスを補うためにも新シリーズ買ってみてはいかがでしょうか。続いてはこちら、双子まとめて彼女にしない。こちらは一番最初に紹介した、実は妹でしたシリーズの作者、白井ムク先生の新作です。イラスト担当もね、ちぐさみのり先生ですので、こちらもタッグで新シリーズをスタートします。ヒットシリーズが出ている中で新シリーズも立ち上げるっていうのはなかなかすごいですね。でタイトルからわかる通り、双子ヒロインとのハーレムラブコメとなるようです。ストーリーとしては、学校でも有名な美少女と両思いになり付き合う直前から始まるんですが、そこで彼女が双子であることが判明。おしとやかな妹と自由奔放な姉、性格の違う二人なんですけど、なんと主人公は学校内と放課後で双子それぞれと交流をしていて、二面性のある一人の女の子だと思い込んでいたんですね。じゃあね、一体どっちと付き合うのかっていう流れになるんですけど、なぜかそこで双子公認で三人で付き合うことになってしまう不思議な関係に発展していきます。まあ、ぶっちゃけね、主人公はもう別人って気づけよって突っ込みたくもなるんですけど、まあ、双子ハーレムものですので、まあ、そこら辺はね、気にしすぎてもしょうがないでしょう。まあ、試し読みを読んだ感じ、シリアスな三角関係ものではなく、あくまでライトなラブコメっぽいですので、まあ、双子のうちどちらかを選ばなきゃいけないという展開にはおそらくならないと思います。まあ、性格の違う二人のアプローチに戸惑っちゃう明るいハーレムラブコメとして楽しめそうですので、そういったジャンルが好きな人はチェックしてみてください。続いてはこちら。彼女でもない女の子が深夜2時にチャーハン作りに来る話。なんか不思議なタイトルのラブコメですね。深夜2時に彼女でもない女の子がチャーハン作りに来たら、いや恐怖しか感じませんけど、一体どんなストーリーなんでしょうか。ちなみに本作の作者はオーバーラップ文庫で、低層逆転世界の童貞辺境良識史というシリーズを書いています。このシリーズがね、タイトルに反してかなり硬派な戦記ファンタジーで、個人的にね、かなり好きなので、いや今回の新シリーズも結構期待値上がりますね。で、新作のストーリーとしては本当にタイトルの通りっていう感じで、付き合っていない同級生のヒロインが深夜2時に主人公の家に訪問してくるという始まりとなるようです。しかもね、主人公はヒロインからの告白を断っているのに、それでもぐいぐいヒロイン側が攻めてくるようで、いやなかなかやばい感じですね。ちなみに本作のキャッチコピーは、ヒロインからのデレを断り続ける青春モラトリアルラブコメということで、ちょっと普通のラブコメにはならなそうです。もともと家具読む連載作品ですので、まあ、そちらのレビューもチェックしてみたんですが、変人ヒロインたちの行動に主人公がツッコミを入れるコメディ作品のようで、結構ね、高評価になっていました。まあ、童貞辺境良識史がね、完成度高いですからね。本作も不思議な切り口の面白さがありそうです。変人たちのラブコメが読みたい方は、本作チェックしてもいいんじゃないでしょうか。ファンタジア文庫はその他にも、かまって新卒ちゃんが毎回誘ってくる第3巻、放課後は喧嘩最強のギャルに連れ込まれる生活第2巻、あなたのことが好きな私を押してくれますか第2巻も発売となります。シリーズファンはね、こちらも見逃さないようにしてください。以上、ファンタジア文庫の注目作品紹介でした。続いては11月20日発売のガガー文庫です。今回は新シリーズ3作品をピックアップしていきます。スクールパラベラム、死神と聖女、少女事案。こちらの3作品ですね。それぞれチェックしちゃいましょう。まずはこちら。スクールパラベラム、
最強の傭兵クハラはいかにして学園一の劣等生を謳歌するようになったか。こちらは現代ベースのガンアクション作品って感じです。主人公の背中に投下する形でヒロインたちがいるっていうね、スタイリッシュな表紙がめちゃめちゃいいですね。本作のストーリーは、天才だけが集まるエリート学園を舞台に、劣等生を装って入学した最強の傭兵が様々な事件を解決していくミリタリー学園アクションストーリーとなるようです。主人公はお調子者だけど、やるときはやる歴戦の傭兵っていう感じで、かなり個性強めなキャラとなっています。イラストからもね、俺様感出ていていいですね。ちなみに本作の作者はロストマンの弾丸でガー文庫の新人賞デビューをした水田明先生ですね。ロストマンの弾丸もね、柔軟飛び交うハイスピード異能アクションっていう感じで、世界観含めて尖った面白さがありました。どことなくね、洋画っぽさがある作品でしたね。今回は学園が舞台ということで、ライトノベルの主戦場に来たって感じですね。どういう風な学園ものになるのか気になります。がっつり銃撃戦をしそうなイラストがありまして、今回もね、スタイリッシュなバトルは多くなりそうです。最強の傭兵が活躍する学園アクションストーリーが読みたい方は、本作チェックしてみてはいかがでしょうか。続いてはこちら、死神と聖女、最強の魔術師は生贄の聖女の騎士となる。こちらのキャッチコピーは、豪華絢爛異能少女バトルファンタジーとなってまして、これまた尖ったファンタジーとなりそうです。作者の猫獅子小猫先生は、HJ 文庫から魔術破りのリベンジマギアっていうね、魔術バトルファンタジーを出していたんですけど、新刊はかなり久しぶりですね。本作は魔術によって世界統一を目指す帝国と、天使術というもので世を治めようとする強国、そんな二つの大国が聖女と呼ばれる奇跡を起こす存在をめぐって暗躍を続ける世界観となっています。主人公は帝国最強の魔術師であり、死神という異名を持っているんですね。タイトルの死神っていうのもこっから来ているみたいです。そしてそんな主人公のミッションが、相手の国で囚われている聖女を暗殺するというものなんですね。主人公は聖女がいる全寮制の女学院に潜入するようで、スパイアクション的な展開にもなりそうです。というかね、こんなのどう考えても暗殺者の主人公が聖女にほだされて、がっつりユリ展開になるやつでしょう。あらすじには、残酷な運命に翻弄される少女たちの物語と書かれていますので、結構シリアスな展開となりそうです。その分ね、尊い展開が楽しめそうですね。なんか表紙から漂うヒロインが死にそうな感じがちょっと怖いですが、シリアスなユリ系ファンタジーが読みたい人は、本作チェックしてもいいと思います。続いてはこちら、少女事案、炎上して敏感になる今日の月子と、死の未来を猫として回避する雪見ふみか。なんか表紙がね、だいぶインモラルな感じで、いろいろと事案って感じがしますが、本作の作者は、私2番目の彼女でいいからシリーズを手掛ける、西条陽先生です。ジャンルとしては、青春異能サスペンスっていうことで、また新しいジャンルを開拓していますね。本作のストーリーは、高校生の主人公が小学5年生の女の子を猫として飼っているという状況からスタートします。ただこれはね、犯罪っていうわけではなくて、その女の子が予知能力を持っていて、主人公の家で猫として振る舞わないと連続殺人犯に殺されてしまうっていう未来を予知しているっていう理由があるんですね。なんか説明してみたものの、なんかどういう状況だよって突っ込みたくなりますね。このままじゃね、主人公が監禁犯として捕まっちゃうっていうことで、主人公はヒロインたちと共に小学生を狙う犯人を見つけ出すべく捜査を始めていきます。予知能力を持ったヒロインとのミステリーサスペンスっていう感じで、これだけ聞くとね、結構面白そうですよね。ちょっとね、尖ったシリーズにはなりそうですので、読み手はね、ちょっと選びそうではあるんですが、結構ね、気になる作品ですので、こちらね、ぜひチェックしてみてください。ガー文庫はその他にも、マモルくんと愛が重たい少女たち第3巻も発売となります。こちらは逆に、ショタ系主人公と年上ヒロインとのラブコメですね。シリーズファンは買い逃さないように注意してください。以上、ガー文庫の注目作品を紹介しました。はい、ということで今回は11月中旬発売の新刊ラノベ紹介でした。今回は6話化の最終巻が発売する中、新シリーズもかなり大量でしたね。しかも設定的に尖ったものが多くて、レーベル側が色々と試行錯誤しているっていう感じがします。個人的にはね、結構気になるタイトルありましたので、まあまあ購入する作品多くなりそうですね。皆さん的に今回のラインナップどうだったでしょうか？気になったラノベがありましたらコメント欄で教えてください。以上、本動画はここまで。また来週もね、新刊紹介していきますので、チャンネルの応援の意味も込めて高評価ボタンをポチッとするか、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。